その村上の最大のライバル、ロシアのリプニツカヤも上海に到着。この日のリプニツカヤは到着便が予定よりおよそ2時間遅れたこともあってか、ちょっとご機嫌斜め。取材陣にもリプニツカヤが今シーズンのフリーで演じるのはロミオとジュリエット。前のシーズンに羽生がフリーで演じた曲です。